2キル1分ありました今あったまあ、サントさんはそう信頼できるいやー面白いなー、コミサバ治ってから本当に面白い。はい、あちらよ。あー、ナイスです。あー、ナイス。です。すいませんすいません、いや、大丈夫です。濃い眉毛ですね濃い眉毛ですね。お太いですね。の上に眉毛乗ってる。1個だけ情報としてもいいですか？はい。お、宮城県都市ガス協会の CM です。え宮城県都市ガス協会の CM の歌です。あ、シャワーを浴びたらって歌。あ、そう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 、はい、あ、皆さんもシャワータスクの時使っていいですよ。二人で育てたもち米で作ったつくしもちとってもかわうわ、シャワー室がすごいことになっている。これね、アップデートで追加されたんでね。タオルの位置をね。あの、これ便利だな、でも。意外に便利だって、ってなんだっけ。意外に便利だって、か。白、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 レンジ。お見直してアドミン見るっていう流れはスケルトと一緒ですね。みんなで見る。キッチン宿舎前。白茶黄色。ナイスボタン。うん。はいはい。バイタル見てたわ。どうでした？誰かの新音が見られませんでした？ずっと見れます？いや、コムサボ終わる直前ぐらいからずっと見てて、死んでね死んでねってずっと唱え続けてました、心の中で。怪しいね、ゲンさん、今の分かるよ、俺も。うん、やばいよね。コム最初は直しに行ってないんで、直しに行ってないんで、あれですけど。金庫室2人いたと思うんですけど、誰ですか？金庫室、まあ、違うかな、えっとね、最終じゃないね、最初はいなかったから。した金庫室した、上金庫室、左上のところに行って、あのアドミンの情報、コックピットの情報で見てます。最後の前ね、宿舎前かな、か金庫、宿舎前2人でした。あ、竹雄さん、それを見に行った。竹雄さん、あ、誰ですか、その2人。竹雄さんと僕と寺堂さんと夏目先生がアドミン見ました。あれ、インポスター2人とも、それ。え、金庫室2人がってことですか？いや、宿舎前か金庫。宿舎前やったら僕かもわからないですね。通す前、通って、うん、エンジンルーム、宿舎前、初号機、ミーティング。誰だ？まあまあいいや。あ、サントスさんいました、サントスさん後ろいました。どこ宿舎前に後ろいました。別にそれ言っても何もなんない。何もなんないか。ごめん、金庫だと思ってたんで。あ、ちょちょ、あの、なんか、なんで名乗り出ないのかな。あ、そっちか。あ、そう。金庫ではないですけど、ボタン押すときには後ろにサントスさんがいました、ね。あ、そう、合ってる合ってる。オラフ君の後ろを走って行ってる。オラフ君がすぐ上がって、私が僕めっちゃ貨物室の金庫のこと言ってるんかなと思ってました。じゃあそう、2じゃない。うんうん、あれ、コミサバ直したの？結局センターさん？テラソーさんでしょ？テラソーさんか。あ、そうですそうです。じゃあ隠しろじゃん。隠しろだ。隠しろだこれは。隠しろじゃん。なんで俺に入ってて、誰だよ入れたのも。僕です。なんで？初日のあれです。あ、なるほどね。わかりみ。隠しろです。うんし、黒黄色かな。黒黄色。違った、中のアルマだった。黒黄緑、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 ピンク、黒黄緑、ピンク、黒黄緑、ピンク、
黄緑ピンク。黒キムチャーピンク。黒キムチャーピンク。わあこれ。ああ隠し色が。隠し色が死んだ。隠し色が死んだ。下絵のい。あサンドさんからだ。あいいですか私から先で。まあレポートしたんでどうぞ。ありがとうございます。オラフ君ミュートになってる。エレクトリカルで、夏目先生がテラゾーさんを切ってるところを見ました。同じ内容です。同じ内容です。一応アドミンだけ出しておきます。宿舎前2の展望1、シャワー1、貨物1です。あ、貨物じゃん、ごめんなさい。診察室1。あ、診察1限で、心電図見てて、直近切るなどは知っています。で、あれば、シチュエーションを教えてほしいですね。あ、そうですね。はい、あ、私から言います、夏目先生が。どっちがいいですか？あ、いいよ、サンタさんからで。ありがとうございます。私はエレクトリカルの、真ん中上のタスクをやった後に右に行こうとして、今回の入り組み方的に、一回一番下に行かないといけない壁の入り組み方だったので、うん、左下にぐるっと回って、一番下の、左から一番下の真ん中に入ったところの部屋で、もう死体を切る瞬間に入ってました。なので多分右から来てる2人が、そこで やり合ってるところに私がたまたま来ちゃったっていう風に見えてます、うんうん、自分はアーカイブラウンジ貨物室診察室で、バイタルの情報見てて、バイタルの情報見てる時に、源さんと寺蔵さんが来たかな、診察室のとこに、うん、来たのを確認して、電気室に向かい、電気室に向かうところで、サントさんが殺してました。電気室に向かうところ、電気室の中じゃない、自分が電気室に行って寺蔵さんが先に抜けてて、じゃあ、右下で、ちょ、ごめんなさい、アドミン見てた僕から聞きたいんですけど、お二人に、うん、どこで死んでました、エレクトリカの詳細な場所を教えてほしいです。下側の右で、じゃあ夏目先生入った瞬間にレポートをしたってことですか？あ、違う、入った瞬間のレポートではない。ん、あ、私からいいですか？下側の真ん中です。はい、下の真ん中です。反応するか否かは多分アルマさんは聞いてるんじゃないですか？真ん中です。あ、漏れだけないように。まあ一応、僕夏目先生に入れたんですけど、説明後でします。はい。私ボタンあるよ。押しますか？あったと思います。お土産気をつけましょう。上げされる前に押したい。おら、みんなどうせ、みんなどうせ、おら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 、先鳴らされるか。あー、一番理想サントスさんが押してくれてる。まあ、一応夏目先生に入れた理由としては、まあ僕がサントスさんの相方とかかもしれないんで、ちょっとまあ信じなくてもいいんですけど、アドミン見てる感じ、エレクトリカルさんが5秒以上ついていたんで、3秒から5秒くらい見てたんですけど、その間ずっとエレクトリカルさんだったんで、うん、入ってすぐ見つかるような場所で見つけたって言った人間は嘘をついてるなって思って。なるほどね、はい、じゃあ決め打ちましょう。怖いなぁ。まあでも、うん、僕が嘘ついてる可能性もあるんで、まあロラでもいい気もしますが。ああ、どっちもお任せします。俺引っかかってるのが、寺蔵さんとゲンさんがバイタル見に来たから、はい、夏目先出たって言ってたけど、はい、寺蔵さんの方が先に行ってるっていうところの時系列が合ってないなと思っていて、だから俺サントスさんは入れなかったんですよ。俺もそれはちょっと気になった。辻褄が合わない。なんか助けてましたとかわかるんですけど、そうでもなさそうだったんで、俺さんと差しろなんじゃないかなと思ってますけどね。なんかエロちゃんの声がすげえベース音みたいな。低音が強調されてます、ね。頭に声、声質がなんかすごいよ、ね。地球に響くね。うん。地球。はい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 。原産的にはどっちのが怪しいと思うんですか。私寺蔵さんをそもそもお見かけしてないんですよ。でも心電図開きっぱっていうのもあったんですけど、で夏目さんがね、多分あの心電図開いてもギリ右、あの左のあの電気室の通路ちょっとかするぐらい見えるじゃないですか。で、うん、白いのがちょっと入ってるように見えたので、で夏目さんが見えてからほどなくして、キルがあの死体が1個増えてレポートだったんで、ね、ごめんなさいね、僕源、うん、さんもちょっと疑ってて直近って言ってたんで、はい、そう、そのさっき言った通り3秒から5秒くらい3個ついていたので、はい、あ、でもそうか、キルしたのを見たってサントスさん言ったのか、もうキルしてるとこを見てます、もう。あ、じゃあ直近なのは間違いないのか、あ、ごめんなさい、嘘です、今の忘れてください。いや、夏目先生がゲンさんと寺蔵さんが一緒に来たっていう証言がおかしいよね。う
うん、そうですね、うん、あ、今の原産もっていうのはちょっと忘れてください。はい、まあ、サントさんも言ったのか、ごめんなさい。僕、あれ、メイヤさんとエロちゃんさん、サントさんにします。サントさんに、ちょっと、うわっ、あ、あ、お、うん、まあ、ピッチャーラーラー、え、何その歌、え、何その歌、メイン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 トルンメインメインメイントルンドド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 おめさばやっぱ強いな、一番強いな。いや、面白みが増しましたね、これはね。ちょっとさ、防犯カメラでキルする瞬間が見たい。闇に隠れて生きる。見て。君よりは死んでるぞ。セキュリティとかじゃね？エロちゃんが死んでますね。バイタル見ました。で、はい、アルマさんと電気で一緒にいて、でその後貨物のダウンロードやったんですね、はい、で戻ったらバイタル見たらアルマさんが死んで、アルマさんだけ死んでました。でエロちゃんさんかなり直近です。私超直近でメインあたりでお見かけしてます。あ、OK です。で、はい、電気室戻ったら電気室の真ん中ですね、で死んでました。え、今発見したのってアルマさんの死体じゃなかったっす？アルマさんです。そう、だからアルマさん、ニキル、電気室、ニキル、ニキル、はい、ニキル。1分ありました今。あった。まあ、サントさんはそう、信頼できる、信頼できる。まあ、私視点は落ちるから、まあ、そうないけど、はい、私待って、あのね、メイヤさんって金庫室一緒にいたと、私宿舎前くらいもいたけど、メイヤさんってどっち行った？あ、金庫の、 あのお金の裏に隠れました。あ、でも1分あったな、金庫に残ってんだ。2回サボになりましたからね、はい、コミュート。そう、どこで会ってたんでしたっけ、エロちゃんと。てか、エロちゃんがね、コミュニケーション直しに来てたよね。来た。で、ボスとサンチョフさんとオラフ君がいた気がする。あ、でも、ゲンさんの目撃情報が そっちの方が最新だから。一番最新がどこでしたっけ、残り10秒ぐらいでメインホールの通路あたりです。私、シャワーやった時にエロちゃんさん出て行かれて、それ以降わかんないです。じゃあもう完全浮き一の人洗っていけばいいと思いますよ。あ、多分私が浮いてます。ちょっといいですか。はい、僕はアルマさん電気室で見てるんですけど、でその後に電気室にずっとの残り続けるアルマさんが、なんて言うんだろう、アルマさんずっと残り続ける意味ないと思うんで、その後ゲンさんが来たかなって思うんで、ゲンさん結構怪しめに見てます。他はコメント直したの誰ですか？エロちゃんさんです。てか、ピンク、来てた人、ピンク、水色、黒、青、はい、ピンク、水色、黒、青で、それでいて、青と黒は絶対無理。10秒前だった。ニキルができないと思う。僕は、じゃあもう、竹尾さんとゲンさん釣りでいいんじゃないですか。で、その後僕釣りで。竹尾さんは無理だと思います。じゃあゲンさん釣りでいいんじゃないですか。ああ、そうか、私からになるのか。まあ、ちなみに、アルマさんが長居する理由は別にタスクとかで全然あると思うんですけど、それが理由になったんだったらちょっと、うんって感じですけど。はい。頑張ってください。終わるんですか。いや、本当に。ああ、そもそも。ないそう。あ、僕ゲン集めないと思っちゃったな。いや、本当にごめんなさい、ゲンさん。面白いな。攻めた結果ですか。いやーねー。あ、誰だっけ。ゲンさんに殺された。誰か、ゲンさん怪しいみたいに言ってなかった最初の段階から。怪しいっていうか直近。って言ってたんで、僕のアドミンと合わないなとも思ったんですけど、情報は直近で合ってますよ。そうで、そう、サントスさんが
切るの見たって言ってたから、うん、あ、そうか、アルマさんが電気、夏目さんが電気室入られた直後にデッドがついたんで貯金ですあ、じゃあ勘違いかって思ってかよくキルしたね夏目さん。だって二郎同じ場所にいてテラゾーさんをキルしたら、ね、それもあって、そう、あんまバイタルのね情報ゲンさんが偽装してくれるのを期待してて、あーなるほどね。で殺した後に証拠機上に集めて、うん、左側で1キルしたら、そしたらキルしてるのを見られたと。私は初日私2キルを2キルを作りたくて、夏目さんが1キルしたことを確認したくて、しばらく心電図を見るっていうムーブを取ってたんで。へえ、面白いな。そうだから心電図偽装を絶対してくれるって思ってですね。偽装もできるしっていうので、そう、うん、ああいいなそれそこだけはちょっとあれでしたけど、まあそれはしょうがないです、うん、申し訳ない、早かったね、うん、ちょっと遅れて、結構連携は追ってきて2人目キルしてたってこと、うん、うんうん、でも発見するときタイミングで殺ししてたわけだから、あそこだって直近じゃないです、全然前ですとか言ったら私と夏目さんのミロもすぐ来ちゃうんで、そうそうなんだよね、ごめんね本当に、いやいや大丈夫です、めっちゃラッキーでした、タイミングが悪すぎた、窓ミン開いて5秒くらい見た瞬間にボタンになったんで、うん、これラッキーだなと、サントスさんの60秒経ってますないです、まだ経ってます、信頼性強すぎた、早く2キルして2ロー合わせようと思って必死だったんですけど60秒経ってますって言われて